ここまでは。最近スピードランが多いっていうコメントがあったので、今回もスピードランに挑戦します。いや、その流れはおかしいだろ。まあ、自分の何かに全てをかけてやるよ。タイトル回収か。今回は40秒マリオなのね。さてまずは、いきなり足場が全然ないんだぜ。これまた難しそうね。これはやりがいがありそうだね。安定のド M 発言。なんでそうなるんだよ。超ジャンプでいけるかな。調整が必要みたいだな。小さめの三段ジャンプか。うまいこと言ったわね。ただここで行きますか、べきか。これは慣れるまでに時間がかかりそうだな。これはもしかしたらジャンプ中にクルクルは入れない方がいいかもしれないね。若干高さが変わってるわね。ってことは上に行ったらクルクルを入れる感じか。こんな感じで。惜しいな。上に行ったら狭くなってたわね。どういう感じで行ったらいいんだろう。やっぱりクルクルが邪魔なんじゃね。だったらこんな感じでクルクルを減らせば。お、慣れてきたな。これで次に行けるぜ。しまった、最後はスピンジャンプか。ここの壁キックは慣れてきたな。ここでスピンジャンプ。よし、うまいこと言った。この後は、ここはスピンジャンプだったか。よし、どんどん先に進むぞ。ここはスピンジャンプ。からのここもか。これは反応ができなかったな。スピンジャンプは2回と。特に2回目は早めにね。こういう感じでしょ。よし、ボム兵。焦って死んでるじゃねえか。ボム兵は、土管の中に持っていくのかな。っていうか時間がないのに違うエリアに行くのね。で、土管の中は罠かいな。ってことは、ボム兵で床を壊すのね。ただ、ルートが2つあるみたいだが、とりあえず右から行ってみよう。どっちかが当たりのルートかしらね。ここで外れを引くのがここなんだな。本当に外れじゃねえか。いやー、くずくんじゃないわよね、あんたって。うるさいな。時間的にはまだコースは続きそうか。あと22秒。折り返しぐらいかな。また行きますか、べきっか。難しいんだよな。ちょっと苦手かしら。いや、慣れちゃえば大丈夫だよ。ま、慣れるまでに時間がかかるけどな。そんなことないって。で、結局死んでるけどね。これをもう一回やればいいってことだよな。こんな感じで。よし。ってなんだここは。この間をくぐっていくのか。くるくるをしっかりと使っていけば。これゴールできてないの。いやでも、時間的には結構余裕があることが分かったね。そしてここ、一回もくるくるは使わなくてもいけるみたいだね。そうなのか。お前は無駄にくるくるを使うからいけなかったんだな。無駄ってなんだよ。ねえ、そこって土管の下ショートカットできるんじゃない？確かに。ギリギリの隙まで行けそうだな。さすがにそのリスクは避けるよ。そして最後、僕には確実な技がある。ギリギリヒップドロップだ。お、いったー。よかった。ヒップドロップは確実に真下に落ちるからかなり使えるよね。1マスの幅ではよく使ってるもんな。はい、というわけで今回は一番乗りができました。30秒チャレンジでもいける感じだったね。ちょっとずつスキルも上がってきてるんじゃない？そうかもね。そろそろさらにもうワンランク上のステージに挑戦していこうかな。そうだな。だがその分お前の精神が崩壊していく可能性が高くなるがな。ちょっと怖いこと言わないでよ。今回コースを制作してくださった霧雨マリサさん、ありがとうございました。いえいえ、どういたしまして。お前じゃねえよ。絶対やると思ったわ。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。